復活した焼肉水源に行ってきた。2016年4月14日に起こった熊本地震で、ここ水源も災害に見舞われた。場所柄峠道一本だけなので、菊池方面からは土砂崩れ等で完全封鎖、阿蘇ミルクロード方面からは道路が布のように波を打ち、数週間は車ですら近づくのが困難だったそうです。道路封鎖の時間帯が徐々に緩和され、週末15時までの営業が最近やっと普通営業に戻ることができたそうです。2018年6月1日現在、通常営業で特に建物や道路が壊れてるところはありませんでした。店の中の様子は以前と変わりなく、料金が少し変わってました。現在は山菜田舎料理バイキング1000円、焼肉付きバイキング1500円、ヤマメの塩焼き付き1400円でした。営業時間11:00、16:00、毎週火曜日休み。お店のお母さんも娘さんも大変お元気でした。2年ぶりなので2年分食べていって、と2年分は無理なので1日半分食べてきました。お近くに行った際はぜひ立ち寄ってみてください。穴場ですよ。